疲れ様です。例によってね、道の駅石川スタートになります。今日はね、雪予報でかなり寒い日なんですけどね、まあ、ちょっとまだ降ってないってこともあって、唐揚げを食べに朝いつもの通りね来て唐揚げを食べてね、今これから帰るところなんですけども、今回はですね、おかげさまをもちましてね、1月の5日ですね、5日に200名様、登録者の方ね、200名様を突破いたしました。ありがとうございます。本当ね、年末に動画を上げた時にね、183名様だったかなの状態で年末を迎えて、まあ、ギリギリね、昨年掲げていた目標のね、200名様は達成できませんでしたっていうね、動画の内容になっていたんですが、まあ、年をまたぐぐらいからね、すごく急に登録していただける方が増えまして、まあ、年始もね、動画を出したところで急にこう登録していただける方が、まあ、増えまして、まあ、おかげさまをもちましてね、早々に200名様をね、超えることができました。いつもね、ご視聴いただいてありがとうございます。まあね、年末年始に初日の出にね、娘が出てくれたりとか、年始早々にね、スーさんがコラボをしてくれたっていうこともあってね、まあもちろんその力がかなり大きくて、登録をね、していただいた方も多数いらっしゃると思うんですけど、まあ今後もね、マイペースながらにね、なんか役に立つ情報とかね、そういったものを、盛り込みながらね、動画の方、配信していきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。でまあ、年始の動画で、言った通りね、今年の目標としては、このまま、ね、年末までに300名様に、ね、登録していただけるような、ね、動画を作っていきたいなと思っております。まあ、もちろん、ね、その登録数だったり再生数だったりが、ね、全てではないっていうことは分かってるんですけどもね、まあ、なんかね、動画を作るこうなんだろうね、目標みたいなものがないとね、ちょっとくじけそうになる時もやっぱあるんでね、動画作ってると再生回数伸びなかったりするとね、ちょっとね、めいっちゃう時もあるんで、今回はね、明確に年末までにね、300名様にね、登録していただけるようなね、動画をね、作っていければなと思っております。まあね、散々いろんな動画で、話をね、してますけども、まあ、そんなにこう時間が合わない方も多数いらっしゃるとは思うんですけど、まあ、よくね、道の駅の方にこうやって来てますんで、もしね、見かけたら、声をね、かけていただければね、ありがたいなと思っております。ということでね、皆様のおかげをもちまして、200名様を突破することができましたという、報告の動画、感謝の動画となりました。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。それではまた。